引きがやくん、はい、なんか面白い話して。その超嫌そうなリアクション、いや期待通りだな。ねえ、ゆきのちゃんは元気？まあ、普段と変わらずですかね。そっか、ならよかった。それで、少しは進展があったのかね。は、修学旅行あったんじゃないの？よく知ってますね。うちにお土産届いたから。わざわざ宅配便を。顔を合わせたくなかったんでしょ。なのにお土産は買っていくのか。律儀だな。ああ、そういうのじゃないと思うよ。ん？嫌いだけど、嫌われたくはないのよね。